こんちはっす、僕です。ゴールできました。楽しかったですよ。常人なら死んでますけどね。全国の特別なコンパは深夜の放送部だけです。今日はですね、昨日に引き続きニュース速報をお届けしていきます。気になる方は前回の動画も垂れ流してください。早速参りましょう。さあ、今週はさ、ニュース速報さ、気になっしゃわっさ。一つ目、24時間テレビバチクソ炎上。あのビーツたけしさんが、あんな番組出ねえよ、この野郎といった24時間テレビなんですが、毎年これ100キロマラソンの感動のゴールの後の演出がひどすぎると話題になりました。軍艦加山や花フック火星人らが終わりの見えないサライを歌う中、感動のゴール。その後、尺的に時間が余ったのか、訳あって放送できなかった VTR を解禁することに。その内容がいつの間にかいなくなっていたでおなじみアヤマンジャパンが胸を押し当てスカートの中に顔を入れさせるアトラクション芸、アヤマンジェットコースターという聞くだけで場違いな芸を披露する VTR。 これには出演者もゴールの後の一発目にこれは不謹慎だろ、なんでこれ流したと苦笑い。もちろん SNS でも大炎上したということなんですが、アヤマンジャパンもかわいそうですよね。僕ちょっと見れてないんでわかんないんですけど、ガチ勢が家族なんかと見てたら一家ドン引きですよね。これにアヤマンジャパンブログでなんか言ってるのかなと思って見てみたら、最新の記事のコメントが3件しかついてなかったですね。こう闇を見てしまった。次です。2つ目、裸動画を拡散して高校生らが書類18日、自分に好意を寄せていた中学生時代の同級生に裸を撮影して動画を送信させ、それを同級生に拡散したとして、児童ポルノ製造などの容疑で高校生13人が書類送検されました。主犯格の男はみんなにも見せたかったなどと容疑を認めているということなんですが、またひどい事件ですよね。送った方にも多少あると思うんですが、好意悪ことを言うことにクズですよね。で、今回この動画を拡散した人らも書類送検されてるんですね。ただもう少し重い刑にしてもええと思うんですけどね。皆さんも載せない、送らない、回さないでね、注意してください。これあれでしょ。またどうせお前の顔はとかコメントするんでしょ。もう想定内からね。あれデジャブ。3つ目、修羅の国でちょっと待っておじさん現れる。28日、まあやばい、福岡県北九州市小倉北区の路上で、待って、止まれなどと声を上げ、追い回してくるジジイが現れました。年齢は50代から60代で白髪混じりだったそうで、警察も注意を呼びかけているということなんですが、キモいね。皆さん、こう注意してくださいね。もし現れても止まらないでください。止まったら死にます。最後でございます。コードネーム870が席に侵される。俺思うか、先日、あまりイベントに呼ばれないでおなじみ YouTuber の花がヤバタクスゼアンなどの石タクスゼアンを助長するような動画を上げタクス税案したとして、タレコミタクス税案が入ったんだよね、これね。で、この動画、石タクス税案見たんだけど、完全に石タクス税案が入っていらっしゃる。もう持ちネタじゃないんだよ。いいね。石物まねをすると必ずロックオンされるの。その準備と覚悟をしないといけないってアボリジニ。じゃあなんでここまで石にこだわるのか。どう、これが万有引力。あれ、滑りタクス税案、オーライ。まあ俺が先なんだけどね。はい、というわけで今回以上です。気になったニュースへのね、コメントお待ちしております。でですね、話変わるんですが、今ツイッターで質問コーナーと第2回クソコラ選手権の応募しております。ぜひ振るってご参加ください。今週以上でございます。まだ週半ばなんですけど、夏休みが明けてナイポイをしてるでしょうが、無理せず頑張ってください。以上です。おやすみです。